消費は投票である。What's up, Tech Nation? どうも、タテキです。大人の健康保険体育をエデュケーションとエンターテインメントを混ぜたエデュテインメント方式で語る番組、タテキの黄金の経験は、アメリカ・マサチューセッツ州のボストンから、バイオハッカーセンタージャパン代表、現役プロ総合格闘家であるタテキ・マツダがお送りしています。よろしければチャンネル登録、高評価、ポッドキャストの購読よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はエピソード10、2021年一発目のゴールドエクスペリエンスタテキテックの収録ですよ。ここでクイックアナウンスメントがあります。タテキの黄金の経験、なんと Amazon ミュージックでも聴けるようになりました。そしてスタンド FM でも聞けるようになりました。いやね、スタエフでは、ポッドキャスト以外のテーマを空き時間に収録する感じなんですけど、ちょっとなんか言う前に笑っちゃうんですけど、その名も、テックトークス。まあ、チャンネル名は置いておいて、とにかく YouTube でゲストとの対談を視聴するのもよし、ポッドキャストのアプリで通勤時間や、作業時間に聞くのもよし、空いた時間をね、無理しないで作業しながら聞くこともできます。スタイフのアプリもダウンロードして、テックトークスの方もフォローよろしくお願いします。今年もがっつりいきますよ。皆さん、今年の目標は何ですか？タテキの目標はですね、毎年一緒なんですよ。毎年一緒。今年の目標は、来年こそは頑張る宣言しなくても目標は心にしまって、淡々と目的地に向かっていくことが大事だと思いますそういうことが大事じゃないですかって言ってみたり、まあ、とりあえずそう、目標タテキはですね、いつかやりたいことがあるんですよ。現在はプロ格闘家としての活動、そしてヘルス&ウェルネスへ貢献することです。いつの日かですね、最も重点を置きたい分野があるんですよ。それがですね、環境問題です。バイオハッカーセンタージャパンの代表としても、自然が一番大事とエピソード1から言ってますが、自然といえば海、山、川、いろいろありますよね。今日のテーマは森です。日本の国土は約7割が森林に覆われている。森林大国って皆さんご存知でしたか？世界第2位なんですよ。1位はどこかって気になると思いますよね。なんとバイオハッカーセンタージャパンの同盟国というより HQ 本部ですね、ヘッドクォーターがあるフィンランドです。タテキが掲げるバイオハッカーたちのゴールは森に帰ることなのかもしれないですよね。いやいや、それちょっとわからないですけど、健康と一緒で木を見て森を見ずっていうようにならないように、森林を勉強してウェルビーイングとの関係性を一緒に学びましょう。かつてタテキは、タテキのクイーンから言われたことが2つあります。1つは、なるべく多くの女性たちに格闘技を教えて、セルフディフェンスですね、護身術を広めてほしいと頼まれました。でもう1つは、母なる地球を大切にしなきゃダメよ、大切にする活動をしてねと言われました。ニューイヤーレゾリューション、新年の目標はとか、皆さんなんか盛り上がってるかもしれません。だからタテキもいつかはなんとかやりたいとか言わないで、もう今やってしまいましょう。そう、今を生きるって、去年の暮れ一番その大切さを勉強したばっかりですからね。と思って、今回なんと大物ゲストとつながることができました。ということで、本日のゲストはこの方です。本日のゲストは、音楽家坂本龍一氏が代表を務める森林保全団体一般社団法人 More Trees の事務局長、水谷新吉さんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
いや、すいません、なんかお忙しい中。いえいえ。はい。対談させていただいて。ありがとうございます。はい。本当にもう、今回はこのような機会をいただいてですね、世界の坂本の右腕を召喚するなんて恐縮です。いやいやいや、こちらこそ。森林保全を行うモアトリーズなんですけど、今世界は気候変動や生物の多様性の危機など森林の減少が一途といえるさまざまな問題を抱える中、国産材木ですかを活用した商品やサービスの企画開発、そしてセミナーイベント、さまざまな森林を通じた情報発信も含めて、都市と森をつなぐをキーワードに、人と森がずっと共に生きる社会を目指したというような活動をしていると伺っておりますが、はい、水谷さん率いるモアチュリーズの活動といいますか、近況報告といいますか、現在のその活動をちょっとリスナーの皆さんに共有してください。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、地球上では1秒間にテニスコート15面分の森が失われてるって言われてるんですね。はいはい、ですので今こうやって立木さんと会話始めても実感経ちますけども、はいはいはい、その間にも刻一刻とですね、世界のどこかで森が失われているということなんですけれども、その最大の要因って結局は我々人間活動なんですよね。はい、でそういった意味では、まあ、日本の森林もそうですし世界の森林もそうですけども、今や人間活動とかこう経済活動と完全に切り離して存在できる森林ってもうほとんどないと思うんです。はい、なので、まあ、僕らとしては、はい、その人間と森林がこういい塩梅で共存できるこう間合いというか、うん、関係性っていうのを模索してるんですよね。なるほど。都市と森をつなぐ架け橋というところにすごく今のその心地いい距離感を目指して活動してるというように自分には聞き取れたんですけど、具体的にはどういう活動を行ってるんですか？そうですね、ちょっと歴史を紐解くと、はい、例えば日本ってもう昭和30年代ぐらいまでは普通に炭とか薪とかで煮炊きをしたりお風呂沸かしたりっていうのがもう農山村では当たり前の光景だったようなんですよ。はい、ですからまあ言ってみればこの半世紀ちょっとの間にその森林とのこう距離感っていうのが失われてしまっている。で家だってもう木造も少ないですし、はいはいはい、家具だってじゃあ日本の木使われてるか、まあそもそも木が使われているインテリアってだいぶ減っちゃってると思うんですよね。確かにそういう印象がありますよね。はい、そういう意味ではその森林資源を生活の中にうまく取り入れていくっていうライフスタイルがもうこの半世紀の間に失われてしまっていると思うんです。はい、なのでそこを今一度見直していこうっていうか、そういうところも僕らの提案の中にはありますね。なるほど。で具体的に言うと、じゃあその半世紀前のライフスタイルに戻るのか、もっと言うとじゃあ縄文時代のライフスタイルが地球に負荷かけてないからインパクトが弱いからいいのかっていうと、戻るっていうつもりもないですもんね。それってまあ実践してる人は中にはいると思いますけれども、うん、それ万人に実践できる提案ではないので。なるほど。そういった意味ではこう現代社会の中で無理なく取り入れていけるそういう提案として、まあ、例えば僕らクリエイターさんとコラボレーションして、はい、木のアイテムをちょっとしたインテリアグッズとか家具とかそういうものを作って、うん、まあ、提案して販売もしたりしてるんですけども、例えばそういう形でうまく、まあ、日常に溶け込める木製品っていうのを日々模索してますね。なるほど。地域と共同して取り組む森の保全活動というのもその一部にある感じですか？もちろんです、はい、そもそも日本の場合は戦後に木材が足りないっていうことで、はいはいはい、もう全国的に杉ヒノキをたくさん植えたんですよね。うん、で杉ヒノキってやっぱりそのまっすぐ育つ、そして広葉樹に比べると早く収穫できるっていうところから、はいはい、まあ、杉ヒノキ、特にまあ杉ですね、はい、が
好まれて選ばれて植えられたんですけれども、はい、まあ、その杉が、まあ、今使える時期に差し掛かっているぐらいだいぶ太くなりつつあるんで、うん、まあ、それをうまくこうサステイナブルに資源として使わせていただきながら、それをできるだけその産地に近いところで加工して、うん、でそれを消費者の方にお届けするというような形で進めてます。いわゆる食べ物でいうと地産地消みたいなことを、まさにそんな感じです。はい、なるほど。はい、まあ、立木さん言われたように食べ物って最近トレーサビリティがしっかりしてるんで、どこの産地かって結構分かりますよね。はい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 。ただ不思議なことに木製品になると産地って分からないですし、消費者の方も気にしないんですよ。やはりデザイン重視というか、そういう見た目のところにまず消費者は行ってしまうって。ああ、なるほど。木っていうカテゴリーは分かっても、じゃあ具体的に何ていう種類の木なのかとか、はい、もっと言うと、じゃあそれがどこ産の木なのか、あの家具屋行ってこれはどこ産ですね、あのメイドインジャパンとかメイドインイタリアとかは分かるんですけど、じゃあそれがイタリアの木であるとは限らないわけですよね。なるほど。ひょっとしたら日本のオリーブオイル問題となんか似てる、ありますよね。あのボトル詰めしたところが産地と表示できる、はい、わーすごいな。後々その日本と海外の状況の違いは説明していただくとして、はい、視聴者さん、あなたが今できることっていうのをワンチュリーズのホームページに行けば、法人の方と個人の方でいろいろそういう寄付とか詳しい活動をサポートすることができますので、ぜひショーノートのリンクから行ってください。たてきテックマツダ .com/podcast/JP にありますので、そこからモアチュリーズの活動内容、さまざまなソーシャルメディアなどのリンクが貼っておりますので、そこからよろしくお願いします。ということで、その一昔前まではそれこそ杉、ヒノキなんかはとても高価なイメージがあって、うん、それで水谷さんとお話しするということで、自分もそれなりに背景や歴史を学んだんですけど、ちょっと日本と海外では別なことが起こってるというので、順番に例を挙げて説明していただけますか。そうですね、あの、はい、日本ではさっき言ったように戦後に、まあ、木が足りないということで杉ヒノキを大量に植えた結果、はい、だいたい国土の 67% ぐらいが森林なんですね、はい、そうですよね。で海外は逆にもう刻一刻と森林が減っていて、はい、まあ、それが1秒間にテニスコート20面分の、あ、15面分ですね、うん、の面積に相当すると。で、あの、面白いことにその森林の減りが少ない、まあ、日本はむしろ余剰なところもあるっていうデータをこう見たんですけど、北半球がそこまで伐採の速度はすごい緩やかなのに対して、いわゆる赤道あたりのその南米とか、あとはインドネシアとか、あの辺の森林がもうどん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 減ってるっていうところ、あれはなんか木の違いとか、その何かあるんですか。おそらくですね、はい、文明の発展のタイミングだと思うんです。あ、で例えばヨーロッパってその古代ギリシャとかローマ帝国とかっていう形で地中海を中心にその文明が発達してきたと思うんですけれども、はいはいはい、もうその時代にだいぶどうやら地中海沿岸の森林って切り尽くされてるっぽいんですよね。あ、そうなんですか。へえ。なので、あのギリシャ文明の遺跡とか見ると全然うっそうとした森林ないと思いますけども、あそこだっておそらくもともとは森林だったところを、はい、まあ開発して都市にしたり、もしくはその周辺の森はその燃料として、もしくは都市を建築する資材として切られてきたっぽいんですよ。なるほど。でその反動で今こう、はい、まあ一通り経済が発展して、まあその今度は保護回復のフェーズに入っている。なるほど。っていうのが北半球は多いと思うんですよね。はい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 。でそれに対してあの赤道に近い緯度が低いところって、はい、まあそのこれから発展しようと、まあ特に第二次世界大戦以降独立を果たして
経済発展を遂げている国々っていうのが多いと思うんですけども、やっぱりそういった国々がまず外貨を獲得する手段の一つとしては自国の森林資源、天然資源を輸出して獲得するっていうことだと思うんで、まさにそういうフェーズが赤道に近いところでは起きてるんじゃないかと思いますけどね。じゃあ日本はむしろ戦後にその昔は資源だった木とかが戦時中に消費されてもっと植林して増やせ増やせといった結果今は余剰になってて、海外では伐採がどんどん進んでいると。そうなんですよ。だから面白いことに過去の文献を紐解いていくと、はい、日本の長いこの歴史の中で、はい、森林資源がガツッと落ちたタイミングっていうのがどうやら2回ぐらいあるみたいで、はい、一つが関ヶ原の後から1700年ぐらいまでにかけてらしいんですよ。で、要はその、まあ、江戸幕府ができて、まあ、その戦乱の時代が終わって、今度こう各地でお城とか町とか寺院とかの建設が始まるんですよね。はい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 。で、その時に木材が不足したっていうタイミングが1600年代。あともう一個のガクッと落ちたタイミングが幕末から明治初期ですね。やっぱりそこもその開国をして富国強兵を目指してっていうところで工業化が進んで、まあ、そのタイミングで結構山林が切られたっていう歴史があるみたいです。なるほど。やはりそういう歴史の大きなイベントとかあとは経済成長とか、うん、そういう背景によって森林伐採のその度合いというのが左右されるんですね。そうですよね。いや今はその中国を筆頭とした国々が発展してってその牛肉の需要が2050年までに2倍になるっていうデータがある中で、それこそアマゾンの伐採の 65% は牛肉生産のために放牧ですよね。焼き払って10日で140ヘクタールだったかな、はい、土地を燃やしてで一気に牛を放って、警備隊とかいろいろいるんですけどもうずっと前からここにいましたっていう形で居座って、でそれがブラジルですごく大きな問題になってるっていうのを自分の女王がですね、その環境問題に取り組んでいまして、でそれでアマゾンの問題をすごく力強く語っておりまして、そのアマゾンは世界を代表する大きな森林じゃないですか。あれはまさに地球のエアコンディショナーなんだと。そうですよね、はい、いやこのアマゾンの問題ってとっても有意識事態で、はい、あの本当に立木さん言われたようにもうあのアマゾンの熱帯雨林は本当にこう人類全体地球全体の財産でもありますし、まあ、エアコンディショナーでもある、はい、わけなんですよね。だから、まあ、日本からすると地球の裏側で起きているその火災だったり伐採だったりするわけなんですけども、はい、実はその我々が日々口にする牛肉とこのアマゾンの森林破壊がつながっているっていうことは実は意外と知られてないんですよね。そうですね、うん、なので、実はこの我々が日常生活でインパクトを与えている、はい、熱帯雨林にインパクトを与えている要因ナンバーワンがどうやらその牛肉らしいんですけれども、うん、ナンバーツーがパームオイルだということですよ。パームオイルですね、はい、うんうん、でパームオイルって言われると皆さんこれピンとこないんですよね。やっぱりあのスーパー行ってもサラダ油とかコーン油とか大豆油とかそういう形では売られてるんですけど、はい、パームオイルっていう形では売られてないので、あとはいわゆるパーソナルケアのプロダクトですよね、うん、そのコスメティックとかああいうものに使われてますよね。はい、もしくは食用としてはあのチョコレートとか、はい、スナック菓子とかカップラーメンとかそういったものの原材料に使われているっていう、いわゆる植物油脂って言われるやつですね。うん、だからあのシャンプーとかコスメもそうですけど、やっぱりその実はパームオイルを使わない日はおそらくないんじゃないかっていうぐらい日々パームオイルに我々人間はお世話になってるんですけれども。そうですよね、うん、実はそのパームオイルのプランテーションを作るために、まあ、特にこれは、マレーシアとかインドネシアの熱帯雨林が切り開かれてしまっているということなんですよね、うん、もう簡単な話ではないんですよね。牛肉が原因だからじゃあ明日から牛肉を食べるなとか、あとはパームオイルが入るからこれはダメあれはダメとかいう前にまず
ほとんどのリスナーの皆さんが聞いてて、ええそうなのみたいな感じで、それこそでもなんとかしたいし、自分もライフスタイル変えたいなと思う方がいらっしゃると思うんですよ。そんな中で、その木を見て森を見ずじゃないですけど、やっぱりどこから始めたらいいかわからないっていう方がほとんどだと思うんですよね。これはすごい、他の分野にも共通していて、自分はそのヘルス&ウェルネスの分野にいますけど、それこそちょっと健康になりたいけど何からしていいかわからないとかって人によってあるじゃないですか。そのきっかけは結局何でもよくて、すごく自分が印象に残ったのは、水谷さんが昔、まだモアチュリーズになる前までは、普通の企業で働かれてて、でそこでちょっとしたことがあって、はい、モアチュリーズの活動に専念していくっていう形になったんですけど、水谷さんにとってそのきっかけというか、なんかのスイッチみたいなのは何だったんですか？僕で遡ると、はい、大学4年生の時だったですね。はい、もともと環境問題全般には漠然と興味があって、はい、いろいろ廃棄物の問題とかもゼミの卒論とかで扱ってたんですけども、ただ僕経済学部なんで、あんまりその森林の問題とかあんまり知らなかったんですよ。ですよね、経済学部だったら。確かにそうです、ね。はい、ただまあ卒業前に一回熱帯雨林の現状を見てみたいなと思って、日本のとある NGO が主催しているスタディーツアーに参加して、はい、マレーシアに1ヶ月間行ったんですよね。でそこで、まあ、熱帯雨林が伐採される現場とか、はい、そういうのも目の当たりにして、まあちょっとこれはやべえなっていう印象を持ったんですよ。まあ、百聞は一見にしかずというか、もうこの目で 見たっていう。なんかそのボルネオ島に行ったんですけども、はいはい、ボルネオ島ってもうなんか行く前はうっそうとしたジャングルが延々と茂ってる、なんかこう前人未到の地みたいなイメージだったんですよ。はいはい、ところが行ったらもう地元の町大きいし、リゾートホテルもあるし、はい、車で結構行かないと熱帯雨林が、奥地まで行かないと熱帯雨林がないんですよ。へえ、あ、じゃあもうぐらいだいぶ開発が進んでるみたいな感じ。そうそうそう、そうなんですよ。あ、そうなんだ。で一方でただその地元の製材工場とかも見学で連れてってもらったんですけども、はいはいはい、その工場のすぐ裏に社宅があって、はい、でそこにその工場の従業員の家族とかも住んでるわけですよ。はい、でそこにはこう大型のトレーラーで太い丸太がこう製材する前の丸太が運ばれてきたりして、はい、っていうのを見た時に、そのトレーラーの運転手さんとか工場の従業員とかその家族っていうのは木材を産業として成り立ってるから食えてるっていうところの側面も見えたんですよ。なるほど。だからこう勝手な正義心で、正義感で、いや木を切っちゃダメだ、熱帯雨林を守れっていうのは、これはちょっとエゴだなと。なるほど。間違った正義だなっていうふうに学生ながらちょっと気づいてですね、まあ、そこがやっぱりスイッチだったですかね。抽象度の高い視点で物事を見るきっかけとなったようなエピソードですよね、今聞いてみると。まあ所詮学生だったんで、そのタイミングでソリューションをこうすぐに浮かび上がるというかいうわけでもなく、ただいろんな側面を見た上でどうすりゃいいんだろうっていうモヤモヤを抱えたまま社会人になってったっていう感じですかね。なるほど。いや、まさにこの番組の趣旨であるウェルビーイングを視聴者の皆さんと、立木がいろんなゲストと対談してその学びを共有するという形で番組を配信してるんですけど、結局何すればいいのかっていうのは、人個人個人によって違うんですよね。でじゃあどのようなアプローチが必要なのかっていうのは、やっぱり立木はそのリスナー A さんのことは分からないし、 B さんは違うし、 C さんは分からないって、その人がそういうきっかけとか、それこそ水谷さんのそのエピソードを聞いてこうガツンと心に響く人も多分いると思いますし、いや本当に日本にいたら気づかないようなお話ですよね。そうですよね。一方、赤ちゃんのオランウータンを保護したりとかして、東京ドーム400個分の
はい、敷地のすぐ隣では、言葉にすごく共感したのが、消費は投票であるっていう、あの坂本龍一さんも日々言われてるんですけれども、はい、うん、実際に逆に聞きたいんですけど、立木さんの耳にもこう森林浴というワードが入ってきてますか？バイオハッカーの中では有名な日本語。マジですか？でもやっぱりあのすごく大事なのって、エヴァンジェリストとしてエコで人生を豊かにするバイオハッキングの価値観を